六6年8月、リュウジビンは、大韓民国のジャーナリスト、政治家で、第44代保健福祉部長官、国民サニ党代表、統合進歩党共同代表継承北道、慶州市出身、ソウル大学経済学科を卒業後、西ドイツに留学し、ヨハネス・グーテンベルク大学の経済学習士課程を、修了した。自身の理念的思考は、 進歩的自由主義、社会自由主義と位置づけている。1988年から1991年まで、理解、三の補佐官を務めた後は、再び、ドイツに留学し、帰国後の1997年からジャーナリストとして、活動した。2002年の大統領選挙では、ジャーナリストとして活動している最中にもかかわらず、絶筆を宣言して、 政治活動を開始し、ロブゲンの支援活動に専念した。翌2003年4月24日に行われた国会議員補欠選挙に改革国民政党から出馬して当選国会議員となった後、同年11月に結成された開かれたウリ党に合流した。また国旗に対する敬礼は、 国家主義的イデオロギーの強制的注入であるとして、これを強制する必要があるのか、と主張したこともある。2005年の補欠選挙で、ウリ党が惨敗し、大統領が、ハンナラ党との大連立政権を提案した際は、地球上から撲滅しなければならないと強烈な、憲悪感を表していたにもかかわらず、ハンナラ党との連帯を積極的に支持し、 党内外から批判を買う結果となってしまった。2006年2月から2007年5月まで保健福祉部長官を務め、基礎老齢年金法や老人長期療養保険法、児童や低所得者層への各種支援制度を制定するなど、辣腕を振るった。一方で、医療保険改革にも積極的に取り組んだが、野党である半奈良党の抵抗にあい、頓挫している。 2007年8月25日に大統合民主新党の大統領候補予備選挙に名乗り出たが9月15日に辞退を表明した。翌2008年1月16日、所属していた民主新党からの離党を表明し、同年4月に行われた総選挙ではテグ行為騎士のトブ記場をつくから無所属で出馬したが、半ナラ党の守護英に大差で敗れた。 選挙後、京北大学で毎週、生活と経済の講義をするとともに、あちこちの大学外の特効要請に応じながら、本を執筆するなどしていたが、2009年10月19日、新路勢力が総統を推進している、国民参与党へ参加することを明らかにした。同時に、民主党を中心とする、野党勢力の統合には加わらないことも明らかにした。 軽気道知事選挙出馬翌2010年1月に3与党が総統同年6月に行われた軽気道知事選挙に3与党の知事候補として立候補、全国同時地方選挙の候補者登録が開始された13日に民主党など野党勢力の統一候補となった。選挙戦は半奈良党の知事候補で現職の金文明候補に支持率で 終始リードされ、投票日換金に、賃賞、候補の立候補自体と、柳候補への支持表明で激しく追い上げたものの、最終的に5%余りの差で、金候補に敗れた。なお知事選挙では4%余りの無効票が投じられたが、これらの無効票の大半が、柳候補に拒否感を抱いた、民主党支持者が投じたものではないかと推測されている。 参与党代表就任と進歩統合知事選挙後の9月15日、参与党の政策シンクタンクである参与政策研究院の委員長に就任した。翌2011年3月19日の参与党を全党大会にて行われた中央党職者選出選挙において第2代目の党代表に選出された。代表就任直後の4月27日に、 京商南道近海市をつくで行われた国会議員補欠選挙にて野党統一で擁立した三与党候補が元京商南道知事で半奈良党の近代候補補に僅差で敗れたことで2012年に予定されている大統領選挙における立場が危うくなる可能性も出ている。その後、ロブゲン政権時代は敵対関係にあった左派政党である。 民主労働党との統合交渉を推進した。民労党と参与党及び統合連帯の三党派は12月5日に合同を公式決議、統合進歩党が発足した。劉自民は、利忠氏姫や路海さんと共に共同代表を務めることになった。そして2012年4月予定の総選挙では、比例代表名簿12位で立候補したが、総選挙における、 新歩党の比例獲得議席は6議席に止まったため落選した。選挙後の5月に共同代表の座から退いた。比例候補者の選出をめぐる不正事件をきっかけに新歩党内部では党内構想が発生、不正を主導した旧民老統計を中心とするグループに反発したグループに所属していた劉ュウは9月に進歩党を離党した。 離島後、シム・サン・ジョニやロカエ・さんなど統権派と他元を分かった、グループで新たに進歩正義党を結成、中央委員となった。12月に行われた大統領選挙では、共同選対委員長を務めた。2013年2月19日、ツイッター上で政界からの引退を電撃的に表明した。人文学、エッセイなどを執筆する作家として活動している。 現在は、正義党の一般党員である。2016年からは、韓国の放送局、j t b c 戦という時事番組で、政治評論家として人気を集めている。2017年に、ムンジェイン大統領が当選した後、彼のための進歩御用知識人になるという冗談を言ったりもした。AB、イミョンバク政権、文明逆走行悲しい。 ハンギョレ2009年3月14日付、ハンナラ党、再補欠選で、2勝1敗。朝鮮日報2003年4月24日付、統合新党、来月9日、同結成朝鮮日報2003年9月15日付、国旗に対する、誓いは、日程の残物朝鮮日報2003年5月21日付、東亜日報第18代総選挙特集ページの、 テグ公益資格選挙の開票結果。韓国日本2009年10月20日付、軽機動知事選、野党推薦候補は、リュウ・ジビン氏に確定。連合ニュース2010年5月13日付。ハンギョレ2010年5月30日付差し替え、ソウル市長選で、与党新省民主党躍進の地方選挙に連合ニュース2010年6月3日付。 統一地方選、軽軌道で大量無効票、民主党支持者が危険化。朝鮮日報日本語版、サイト2010年6月4日付。2010年9月15日付。に2 0 1 1年3月19日付。ロブゲンの故郷で、言葉を失った。リュウジビンハンギョレ2011年4月28日8時25分34秒。 民主労働党など野党3党、統合新ポットを結成イコール韓国。連合ニュース。http ジャパニーズ、ヤンハッピーニュース、CO、KR、politics に、2011、12、05、09000000、AGP 日経111兆2050億210万882、HTML2011 年12月6日閲覧。1。 連合ニュース、httpww.yanhappynews.co.kr. c 超音具さん2012 0 3 2147億121万アクレ 2K120 兆3211億60万 1HTML2012 年3月22日閲覧連合ニュース、httpww. ヤンハッピーニューズ CO.、CO、KR、超音グサン、2012、レイオン、12、47億121万、アクレ 2K120 兆4120億1325万1 0 0 1 HTML2012 年4月21日、閲覧。統合進歩党の共同代表団4人が、一斉に辞任、韓国。中央日報。 http://japanese.jons.com コロンススララッッシシュュジスラッシュアーティクルスラッシュ013スラッシュ 152013.html サーブコードイコール 200& セクトコードイコール2002012年9月15日閲覧統合進歩党前職現職,前現職代表議員などが離党レーバーネット http://www.labornetjp.org スラッシュ worldnews スラッシュコリアスラッシュ knews スラッシュ零零2012一兆3476億4093万3403スタッフビュー2012年9月15日閲覧韓国進歩正義党 野党県連帯交渉を本格化。レーバーネット。http www.labornetjp.org worldnews スラッ s ュコリアスラッシュ knews スラッシュ002012。1兆3528億2018万371スタッフ。ビュー2013年2月20日閲覧。 連合ニュース。httpww.yanhappynews.co.kr. w b ブレ t i n 2013-02-19-02-0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 